はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もイラスト探偵やっていきたいと思います。さて本日はステージ66からかな。そうですね、こちら仲介者の受難からですね、70まで今日はやっていきたいです。ではクエスト1。ある心療内科の診察室で医師の男性が殺された。犯人の遺留品はどれだろう。カバンですかね。女性もののバッグが残されている。診察時の荷物置き場だ。犯人の名前はどこに書かれているだろうか。北野英里さんですかね。カルテに患者名が書かれている。患者北野恵里 DV 被害と読める。医師は犯人に何かを勧めたことで殺されてしまった。それは何だろう。シェルターのご案内ですかね。 DV 被害者の皆さんへ、シェルターのご案内と書かれた冊子が置かれている。シェルターとは DV を受けた人の避難所となる場所のことだ。共依存ですかね、やっぱりそこに置いてある本みたいに。 DV 夫の相談をしていた患者がどうして医師を殺してしまったのだろう。その原因を推測できる部分を見つけてほしい。共依存ですね。 DV を受けてるけど相手が離れられんやつですね。最終的にこの人は私がいなきゃダメだからとかいう、そういう悲しい感じになっちゃうっていうね。さあ、共依存に関する本がある。女性とその夫は共依存の関係にあり、シェルターの避難を進めた医師に引き裂かれると感じてしまったようだ。洗脳された DV 被害者はなぜか加害者を守ってしまうことがよくある。犯人の女性は自宅と夫で寄り添っているところを逮捕された。うん、でもな、個人的な意見だけどさ、これはね、怒られるかもしれないんだけど、この人は私がいなきゃダメだからっていう人って、自分よりダメな人を手元に置くことで、相手を見下すことで、なんか自分の自尊心みたいなのをね、守ってるらしい。さて、ステージ67。雨上がりのぬかるんだ田舎道。農作業をしていた男性が死んでいるのが見つかった。被害者の足跡はどれだろうか。ん？被害者？被害者の足跡はこれ。履いていた作業靴と一致する大きな足跡が被害者のものだ。まず息しかないからね、この足跡は。犯人の足跡はどれだろう。まあ、この往復してるやつ。一度被害者のそばまで行って帰っている足跡だ。かかとの細いヒールの足跡のように見える。この中で一番最後についた跡はどれだろう。タイヤ痕っぽいんだよね。タイヤ痕です。二つの足跡の上にタイヤの跡がある。犯人は車を運転して現場を去ったようだ。最後何を聞かれる。警察は二人に容疑者を絞った。この中から足だけで犯人を見つけてほしい。車内で履き替えた。車内で履き替えた。ピンヒールでは運転が難しい。犯人はヒールを履いた女性だったが、車でドライビングシューズに履き替えていた。女性の車からは現場で履いていた泥のついたヒールが見つかり、逮捕の決め手となった。こんな
さ、田舎の泥道みたいなところをさ、ピンヒールとかで歩いたら、かかとが全部沈み込むのでは。さて、ステージ68、これは実際に事件が起きた現場を元にしたイラストだ。見通しのいい場所だが、誘拐犯が行動を起こしやすい条件が揃っていた。一つ目は、この人が不在であることだ。この人がね、交番にいないってことか。事件があった当日は、警官が巡回中で、大通りの交番には人がいなかったという。たまに無人になってんだよね、交番ってさ。田舎にありがちなんだけど。もう一つは、ここが閉まっていることだった。あ、美容院がね、ここがね。見通しのいい大通りでも人目が少ないこともあるから、安全な場所は存在しない。犯罪者はターゲットに近づきやすいかどうか、逃げやすいかどうかで現場を決める。交番の前は結構犯人にとって危ないよね。この中で一番狙われやすい子供は誰だろう。人の話を、なんか知らん人の話を聞いちゃう人。違う。よそ見をしながら歩いている子。ああ、この子か。よそ見をしながら歩いている男の子だ。誘拐犯にはぼんやり、ふらふら、キョロキョロしている子が狙われやすい。さて、誘拐を計画している犯罪者予備軍がこの中に紛れている。それは誰だろう。電柱の影のこの人。誘拐犯は必ず周到に下調べをするので、すぐに声をかけることはない。632の原則という言葉がある。半年に6回不審者が出たら要注意。月3回になったら警戒を強化。週2回になったら実行寸前で、いつ事件が起きてもおかしくない状況だという。地域で不審者情報を共有することが大切だ。ステージ69。鍵のかかった工場の倉庫で死体が発見された。死因となったのはどの部分だろう。どの部分だろう。部分。部分。え、これ？え、ちゃうの？そのバールみたいなやつだよ。ああ、怪我してるところ？頭部を殴られたことによる失血死だ。倉庫の外で血のついたバールのようなものが見つかった。恐ろしいですね。現場を密室にしたのは犯人だろうか？それとも？それとも？ちょっと待って、なんでバールあそこに落ちてんだ？本人が施錠した。違う。それとも？それともなんだ？このバールです。密室にしたのは。違う。密室にしたのは他の社員では。退社前に施錠されてしまった誰か。退社前に施錠することという張り紙がある。警察の調べによると、担当者は昨夜中を確かめずに施錠して帰ったという。でもこの外のバールとかでわからんか。なんか置いてあったのかな、ここに。犯人がどこにいるかを示す一番大きな手がかりを見つけてほしい。窓？違う。
どこにいるかを示す一番大きな手がかり。なんか乗り物に乗ってて落としたのかこれ。バールから床に飛び散った血は一方向に向いている。単に投げ捨てただけならこうはならない。うん。犯人は誰だろう。施錠した人しかなくない。でも違う。犯人は誰だ。誰だも何も姿がないんだが。誰だろう。本人？え？バールを外に投げ捨てる必要があるのは中にいる人間だけだ。仕事に追い詰められ休みを取りたかった被害者の自作自演だった。適度に怪我をして発見されるつもりの計画だったが、中に人がいることに気づかず施錠されてしまい、発見が遅れて出血多量で死に至ってしまった。あ、気づかれずってことね。悲しい。じゃあステージ70ここまでですね。ある外国のスイートルームで殺人事件が起こった。ここがどこの国か分かる部分はどこだろう。どこの国か分かる部分。なんか文字が書いてある。なんとかスクエアホテルって書いてある。備品のタオルにタイムズスクエアホテルと書いてある。ニューヨークのタイムズスクエア。つまりここはアメリカだ。あの中心街のところだね。被害者が残したダイイングメッセージはどれだろう。これですかね。血文字で901と書かれている。部屋番号のことだろうか。被害者と妻キャサリンの関係は一触即発であったという。その原因は何だろう。この人ですかね。なぜこの人が。被害者は秘書の葵を愛人にしていた。葵の指には分不相応な大きなダイヤの指輪が輝いている。プロポーズを受けたのだろうか。うん。妻キャサリンと秘書の葵、犯人はどちらだろう。あ、え、ローマ字で葵って書いてあるね。葵だ。9マジじゃなくて。ダイイングメッセージのは数字ではなくローマ字の葵だった。葵は指輪が偽物のダイヤモンドであったことで自分が遊び相手だと気づいて殺してしまったと供述している。ステージ名がやっぱクリア語じゃないと分かんないのでちょっとちらっと見といてね。あ、違う。仲介者の受難、足跡の持ち主は誘拐犯を止めろ、消えた犯人、901号室の殺人。以上、5ステージクリアです。というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。